まあちょっと今テーマを一つ振っときましたね。さあ、愛と恋の違い、これは何でしょう。来ないぞ来ないぞ。あ、そうね、愛と恋のテーマ、ありがとうございます。やっぱりですね、まずね、そうね、やっぱ書いてますね、愛人と恋人ってまた違います。恋人と愛人って言うとまたなんかこうこね、ひっつけたら違いますよね。同じ人をつけるんですけど、恋人愛人、これ違いますよね。皆さん気づいてました？今日はちょっと音楽もちょっと爽やかでしょ。これ今日はテーマが愛と恋なんでね、ちょっと爽やかにいこうと思って、これ宝子さんの Your Song っていうね音楽を拝借しております。ということで、こういうノリでちょっと愛と恋をちょっと考えてみませんか。実は僕は愛と恋をこういうふうにこう区別するわけでもないんですけども、なんかこう愛というのは非常に響きの中で、なんて言うんでしょうね、深く重く、なんかすごく、なんて言うんでしょう、あ、メールが、ありがとうございます、ありがとうございます、来てくれてますよ。ちょっと待ってくださいよ。ほう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 、うん、なかなかね、はいはいはい。チェリーさん、ありがとうございます。恋は男女、うんうん、愛は性別関係なしと、こう、そうですね、まあこういうこと、なるほど、愛は性別関係なし、まあまあ最近同性っていうこともありますから ね、同性愛っていうのもあります。まあ恋は男女ってね、まあ確かにその恋っていうのはなんかこう爽やかなイメージしますね。愛ってなんかものすごくこう本当に重いとかね、それでちょっと僕もあまりはっきり知らないんです、僕のイメージで言うんですけども、なんか愛というのは一個間違うとこうなんか苦しくなるぐらいの欲求らしいんですね。これね、ちょっと一回また調べてみてください。面白いですよ。愛というのをずっと調べていきますと、ものすごく出てくるんですよ。で、なんかこう仏教の愛とか儒教の愛とか、でいろんなその愛によって人がどういうふうに精神的に変わるかとか、もうそういうのずっと文献出てまして、なんか日本語の中で言う愛というのと恋というのは、まあ大体同じ意味合いらしいんですよ、実は。でも、そこの世界の中で考える愛、ラブっていうのは、ものすごくこういろんなこう、なんか、広範囲にね、使われてると。例えばですよ、これね、面白いんですよね。愛は恋や好意に比べて深く重く強く遂行であるということをまず今言いましたね。で、愛があるがゆえに喜びもあるんだけど、怒り、悲しみ、憎しみ、嫉妬などの感情が大きく生まれるのが愛というね、感じ。なんか恋っていうのはどちらかというともう少しこう手前の感じで、その束縛感とかっていうのはまだ愛の方がね、やっぱ強いらしいですね。で、まあ儒教の考える愛というのは、愛に生きるならば命を捧げる覚悟とか書いてると、なかなか重いですよね。そんな愛してますか、皆さん。こう自分を捧げてもこうその人のために何かするっていうね、そういう愛ってね、してみたいですよね。愛するとかね、なかなかいいじゃないですか。まあ 恋するっていうのもいいですが、なかなか愛する、恋する、もうとにかくそういう響きっていいですよね。はい。で、ちょっともう一つ面白いのがありましたね。広辞苑で調べてみると、これが面白いね。やっぱ愛というのは、まあ大切にすること、可愛がること、めでることっていうことは言いましたけども、やっぱりこのなんかこう渇愛って書くように、なんかこう本当の人間の欲望の一番の一番の一番の欲望がやっぱあるんです。その理性の中に愛が欠如すると、すっごいなんかこう精神的にすっごい不安になるとかね。だからやっぱりその愛されたいっていう人間の願望ってものすごいやっぱ強いということをね、これなんか精神学的なことで書いてましたね、心理学でね。で、もともと日本の古い言葉には悲しという、悲しね、ひらがなで言うと悲しという音に愛という文字を当てて、で悲し、要するに愛をかなって読んで悲しとこう書いてたらしいです。
で相手を愛おしいとか可愛いとか思う気持ちで守りたいっていう思いをそういうふうにこう表してたっていうのはもう昔からのね、言葉があったらしいでございます。